つい最近まではあまり目立たない車であり、華やかな表舞台に立つような車ではなかったかもしれません。しかし豊かな自然が残されている世界中のフィールドでは、多くの人々の生活に溶け込んでいる四輪駆動車である。そしてこんなランクルに惹かれたファンも多く、その魅力のベースとなっているのは、なんといっても世界中の荒野で鍛えられたタフネスさである。この車は青白い設計者が机の上だけで図面を起こして作ってきたものではない。またファッションのための道具立てとしてのものでもない。実用性を追求して生まれたランクルだが、その鍛えられた実質に惚れ込んだ男たちも多く、趣味性の高い車としても評価されてきている。新しいステーションワゴンタイプのランクルでは、モデルを追うごとに洗練され、アスファルトの上にもその姿を多く見かけるようになってきている。しかしそんな新しいランクルでも、荒野を走らせてみれば忘れかけていたランクルらしさを備えていることをドライバーたちに見せてくれるはずだ。戦前から主にトラックの製造を得意としていたトヨタは、戦後もそのお家芸であるトラックの再生産に力を入れた。そして当時の政府からの要望もあって、小型四輪駆動車の開発に着手した。その結果、1951年頃に完成したのが BJ 型であった。エンジン、アクセルなどは当時作っていたトラックのコンポーネントを多く流用したが、その他はこの四駆のために開発したものだ。このようなスタートがランクルをして頑強な車へとしていったのであった。ジープよりも一回り大きく、エンジンも6気筒であり、テスト走行の結果は他に例を見ないパワフルさで高い走破性を示したという。そしてなんと一時的にだが、トヨタジープと呼ばれていたという。厳密にはこの BJ がトヨタにとって最初の小型クロスカントリービークルではなかった。大戦中、トヨタは軍部の要求によりジープよりも少し大柄な AK10 型を試作した。トヨタジープに続いて汎用性の高い新しい小型四輪駆動車を1953年頃に作り上げた。エンジンは B 型を引き継いだが、ボディとシャーシーは全く新規に設計し直された。これが後々のランドクルーザーのスタイルのベースとなった BJ20 系である。そしてすぐにドアのカット部分などボディの一部を改良し、エンジンを当時として新しい F 型を追加したモデルとして FJ20 系が登場し、次第に BJ20 系にとって変わっていった。1960年20系の成功を受けて、トヨタはその改良を行った。各部を改良し、大量生産に適するようにしたのが FJ40 系で、これは主に輸出を中心として盛んに販売された。 FJ40 系にはオイルベースを延長したさまざまなバリエーションが準備されていたが、その中にはステーションワゴンも含まれていた。ランクルと聞いてこのスタイルと F 型エンジンの大パワーを思い出す人も多いだろうが、これこそがランクルのイメージを確固たるものにしたモデルである。ミドルホイールベース車は定員が多く、業務用にはこちらが多く用いられた。輸出用にはピックアップなどのバリエーションが無数にあった。ランクルの定評を高めたのがこの F 型ガソリンエンジン。大排気量により低い回転域で大きなトルクを発生する。またトランスファーのシフトにはユニークなダッシュマウントもあった。このようにノブを引くとバキュームサーボで四輪駆動へシフトできるもので、レバーはハイローの切り替え用である。そしてウィンチを使う時のニュートラルの位置への固定はピンを入れることで行われていた。古い FJ は最近のランクルのように洒落た飾りや豪華な内装はないが、しっかりとした素材が使われ、健全なクラフトマンシップを感じさせる作りが随所に見られる。一見どれも変わらない F 型エンジンだが、パワーアップや排気ガス規制への対処のために何度にもわたって改良が行われていた。これはアメリカ製のトップや新しいウインチをつけてはいるが、オリジナリティの高い40できれいにレストアされている。このエンジンでは排気ガス対策のためエアポンプが手前に見えている。ガソリンの価格や排気の問題で次第に大きなガソリン車は不利になっていった時代であった。これはミドルホイールベースの FJ43 にアメリカ製のピックアップ風なソフトトップをつけたもの。こうして見ると古い車でありながら新鮮に見える。1974年、トヨタは4気筒の B 型ディーゼルを搭載した BJ を作った。この B 型エンジンは F シリーズのエンジンほどではないにしても強いトルクを発生し、燃料の消費量が少なかった。輸出は好調な FJ であったが、国内では高いガソリン価格や大排気量車に不利だった税制のために、観光庁や建設業界に売れていた程度で個人ユーザーは稀であった。この BJ40 系の成功により、トヨタは普通の個人ユーザーにもこのようなクロスカントリービークルが受け入れられると判断し、 BJ を次第に魅力ある車となるように改良を進めた。またギアボックスなどは60系の登場に合わせて変更され、最終的には5速マニュアルが搭載されたものもあった。サスペンションもトラック的なセッティングから乗り心地や追従性の高いソフトライドなものへと変化し、リアアクセルはリミテッドスリップデフを内蔵したフルフロート式を選ぶことができるようにもされた。エンジンは 3.2 リッターの 2B から 3.4 リッターの 3B 型へとパワーアップし、内装や外観も変えてきた。初期にはソフトトップしかなかったミドルホイールベース車にもハードトップを仮装して定員を6人にして積載スペースを増やしたモデルは特に人気が高かった。横に4人並んでかけるリアシートや、いかにも継ぎ足した感じのボディはスマートとは見えないが独特のムードを持っていた。なお、このビデオで紹介しているランクルのバリエーションは国内販売されたモデルの一部でしかない。輸出も含めるとランクルのバリエーションは無数にあり、世界各地の国情に合わせて作られている。40系の最終モデル BJ42 型である。4輪駆動車につきもののウィンチもエンジンの動力を直接使う PTO 式が多く使われていたが、40系の途中からは専用の電動ウィンチも選べるようになっている。そして1984年、長く愛された40系は国内での販売を終えた。ブラジルでは現地のトヨタが古くからランクルを生産していたが、最近のものは部品に至るまでほぼ完全なブラジル製で、開拓者を意味するバンディランテと呼ばれている。エンジンはブラジルベンツ社から供給されている。中身は異なるが、現在も作られている唯一の40系であると言えよう。そして40系の血筋を守るものとして70系が登場した。40の丸みのあるスタイルに対して直線を基調としたスタイルではあるが、シャーシーはランクル伝統のものである。ギアボックスは途中で登場した60系と共用のものを継承し、オートマティックも搭載された。エンジンも当初は40系のものの流用であったが、ターボチャージとされたりしてより近代的なエンジンへと変わっていき、現在では5気筒 3.5 リッターと6気筒で 4.2 リッターのものが搭載されていて、ともに OHC である。60系から装備され始めたデフロックは当然70系にも採用された。60系同様に当初はケーブルによって操作するものであったが、後には電気とバキュームで操作されるものとなった。室内はプラスチックで覆われたが、ランクルらしさは残っている。この70系のソフトトップ車はランクルの堅牢さをそのままに、最も軽くてコンパクトなモデルであり、本格的なクロスカントリードライブを楽しめるスポーティーなモデルだ。これはミドルホイールベースのシャーシーに FRP のトップをつけたモデルである。この車は取り回しの良さや走破性の高さを保ちながらも、居住性を良くしたモデルとして広い用途に対応できる。エンジンは40系から使われていた 3B 型をリファインし、この 13BT ではターボをつけていて吹き上がりも良く、トルクも強くて評判の良いエンジンであったが、現在では搭載されていない。70系にデフロックが装備された当初は60系同様にケーブルを利用して操作されるものであった。40系にはなかったが、70系になってこのフォーダー車が登場した。60系や80系のフォーダーステーションワゴンとは違い、スパルタンでありながらファミリーキャンプにも使えるモデルである。もちろんこのモデルにも前後のアクセルにデフロックを備えることができる。長くて重いランクルではあるが、長いリーフスプリングによるサスペンションで走破性には侮れないものがある。さて、70系の下回りを見てみよう。フロントサスペンションは40系よりも格段に強化されたアクセルをリーフスプリングで吊ったもので、パワートレインはこのように右側にオフセットしている。また、プロペラシャフトの位置を高くするためにフロントのデフへの入力は逆オフセットとなっている。リアサスペンションはフレームに取り付けられた長めのリーフスプリングで頑丈なアクセルを吊っている。そしてこれらを支えるフレームは完全に箱型の断面を持ち、およそ歪むということを知らない。これがドライバーがスイッチを操作することにより、リアのデフ機能を一時的になくしてしまうデフロックのアクチュエーターである。こちらは同じくフロントデフのロックシステム、どちらも地形に当たりにくい位置につけられている。リーフスプリングによるサスペンションがスプリングにアクセルの位置決めをもさせるものである。そのためにソフトな乗り心地や高い追従性を得ることと、アクセルの位置を正確に規制するということを両立させることは難しいとされている。反面、構造がシンプルなので信頼性が高くて修理が容易だという利点も見逃せない。70系ではスプリングのセッティングを吟味して、このサスペンションの欠点を極力少なくしている。その結果、このサスペンションを持つ四輪駆動車としてはほぼ究極のものとはなっている。そして70系のアリューとしてプラドというブランド名の車がある。これもランクルではあるが、増加してきている都会派のオフローダーに受けるようにそれなりの妥協をされたものである。 FJ45 のように40系のステーションワゴンは単に40系を延長しただけのものであったが、この50系では全く新しい専用ボディを持っていた。しかしシャーシーはピックアップなどのものと共用であり、ランクルとしては居住性も高くデラックスな室内であったが、まだまだ乗用車に比べれば質素なものであった。エンジンはこの頃厳しくなった排気ガス規制に対応して 4.2 リッターとなったものの、重いランクルステーションワゴンを引くには十分なパワーとは言えなかった。輸出用としては6気筒のディーゼル車があったが、国内向けには F または 2F 型のガソリンエンジン車だけであったので販売数は少なかった。当時としては斬新なデザインで、テールゲートも観音開きとパワーウィンドウ付きの下開きが選べる。その動物的なラジエーターグリル周りのデザインからか、アメリカ人はこれに鹿の一種であるムースという愛称を与えたという。60系のステーションワゴンは50系の後継車として作られた。専用のボディはより乗用車的なデザインになったが、最も大きな特徴はアクセルもフレームも幅の広いボディに合わせて新しく作ったことである。そしてランクルとしては初めてオートマティックトランスミッションやマニュアルデフロックを搭載したのも60系であった。そして B 型や H 型のディーゼルを採用したことにより一般ユーザーの人気を集めた。特に国内では販売が振るわなかった40系の後期型から70系を尻目に大量に販売され、一般的にはランクルといえばこの60を示すまでにすらなっていた。また60系では個人ユーザーが主流になったことを受けて、内装を中心にいくつかのグレードが設けられるようになったのもランクルとしては新しいことであった。この傾向はモデルを追うごとに強まり、70系と80系とでは名前こそランクルと同じだが、内容も目的も大きく異なるものである。60系に搭載されたエンジンの中で6気筒ディーゼルの H シリーズはもともとがトラックに使われていたり輸出用のランクルに使われていたものであった。太いトルクがあったが、60系の重量増や高速性能の向上のために排気量を大きくしたりターボ加給をされたりした。ランドクルーザーは割合に早い時期から2つの流れがあった。それはジープの協力版とも言うべきものと同じようなシャーシーの上にステーションワゴンを仮装したものとである。しかし長い間その差というのは主にホイールベースとボディのスタイルの違いでしかなく、シャーシーそのものの作りにはほとんど違いのないものであった。しかし40系に対して60系のステーションワゴンが登場した時にはシャーシーに違いが設けられるようになった。そして1989年、長いランクルの歴史の中でもセンセーショナルなモデルがデビューした。それが80系のステーションワゴンである。60系よりもさらに丸みを持ったボディの中身はエンジンをはじめとして全くの新車といえるものである。ガソリンエンジンは60系の後期から燃料噴射にされていたし、6気筒ディーゼルエンジンは OHC 化されて車格にふさわしいパワーと静粛さを狙ったものとされている。室内は新しい素材を使い贅を尽くしたものとなっている。フロントサスペンションはコイルスプリングに2本のリーディングアーム、そしてパナードロッドを配置してレンジローバーやゲレンデワーゲンと同じデザインである。リアサスペンションは5本のリンクでアクセルを1決めし、フロント同様にコイルスプリングを採用している。4本のコイルスプリングの内側には大きなラバーダンパーが付けられていて過大なロールを防いでいる。泥で見えにくいけれど、これがスイッチを操作することによりアクセルのデフ機能を一時的になくしてしまうデフロックのアクチュエーターである。そして4輪ディスクブレーキにはこのプロポーショニングバルブが設けられている。パーキングブレーキはリアディスクに内蔵されたドラムブレーキである。オールコイルスプリング式のサスペンションとともに80系の最大の特徴はランクルとしては初めてのフルタイム式を採用したことである。この新しいサスペンションによってどんなに荒れた地形でもホイールは必ず地形をトレースして駆動力を失わず、ボディの入れは最小限にして快適な乗り心地を確保するという相反する目的を高度に両立させている。フルタイム式では前後のアクセルの回転数の差をトランスファー内蔵のセンターデフで吸収しているが、そのために浮いてしまったり滑りやすい状態にある一輪にトルクが逃げてしまう。そこでセンターデフをドライバーが任意にロックできるようにしている。このスイッチを操作するとセンターデフはロックされる。このように一輪だけの空転を防いで駆動力を回復させてくれる。トルクに余裕のあるエンジンとフルタイム式のパワートレイン、そしてオンロードオフロードを問わずにめったなことではタイヤを浮かせることがないサスペンションを備えたこの80系はリッチな雰囲気のステーションワゴンであるとともに、優れたクロスカントリービークルでもある。そしてそれと同時に、道路の状況にとらわれることなくドライバーが運転を楽しめるグランドツアラーでもあるのだ。古いランクルのボディは一言で言って無骨で実用一点張りなものである。いわゆる都会らしさには欠けるかもしれない。新しいランクルは随分と洗練されたボディラインになったとは言われるが、それでもライバルたちほどには都会的ではないように思える。しかしそれがランドクルーザーの良さなのだ。街で走るための四輪駆動車が流行っているからといってそれを求めるのであれば、虚栄心を満足させてくれる車はたくさんある。しかし、もしタフレッサを必要とするクロスカントリードライブを長く楽しむための一台を選ぼうとするのであれば、ランドクルーザーはそれを裏切るようなクロスカントリービークルではない。ランドクルーザー。圧倒的パワーの V8 エンジン、あらゆる路面で安定した走りを実現する KDSS、 アクロでの駆動力を自動制御する世界初クロールコントロール、ランドクルーザー。